百勝。これは世界のゴルフ史の中でもジャンボ尾崎のみが到達した唯一無二の金字塔です。今回は100勝目を記録した試合での知られざるエピソードの数々を紹介していきます。2度目の全盛期を迎えていたジャンボ。1996年のジャンボは49歳を迎え、並のプロゴルファーであれば50歳のシニア入りの声が聞こえてくる年齢です。しかしこの年のジャンボはまさに2度目の絶頂期といえる年を過ごしており、圧倒的な成績で賞金王に輝いています。いかにこの年のジャンボがすごかったのかを物語る数字があります。それは獲得賞金額でランキング2位の金子義則と3位のブライアン・ワッツの賞金額を足してもジャンボの稼ぎ出した2億円超えの賞金額には及ばなかったのです。さらに特筆するべきはこのぶっちぎりの賞金王をわずか17試合で記録しており、金子は30試合、ワッツは24試合に出場しても歯が立たなかったのです。当時のジャンボは健康面を考え1年の出場試合数を絞ったスケジュールを立てており、俺にあと若さが10歳あれば年間20勝でもしてやると尾崎節を披露していました。ジャンボは1970年代に3度の賞金王に輝きますが、その後はスランプに陥り、30代では OB やイップスに苦しみ低迷期が続きました。40代に入り様々なスランプを克服したジャンボは1988年から1998年の11年間で9度の賞金王に輝くという圧倒的な強さを誇り、通算100勝に到達します。ジャンボは常にプロを意識しており、プロスポーツはお客があってなんぼ、そういうプロ意識はデビュー当時からあった。ファンを喜ばせるということが常に頭の中にあったといいます。プロゴルファーにとってフェアウェイは歌手や役者の舞台と同じ。賛否両論あったが、デビュー当時から派手なウェアを着ていた、これは舞台衣装だと思って着ていたと語りました。この頃のジャンボを支えていたのは徹底したオフのトレーニングだと言われていました。プロ野球の春季キャンプとほぼ同時期に自分が千葉に持つ通称ジャンボ邸に行動を共にするプロゴルファーを集めて合宿を行っていました。ジャンボ軍団の一員であり、当時からこのキャンプに参加していた金子は、当時のトレーニングは午前10時から始まり、昼食と休憩を挟み午後6時頃まで続きました。午前中は20分程度の軽いランニングから始まり、ダッシュや持久走、各種動き作り、筋力トレーニングなど野球でいうアップに多くの時間を割いていましたと、1日8時間にわたってメニューが組まれていたことを明かしました。金子はジャンボが筋トレ中に何度も口にしていた筋肉隆々の体はゴルフに必要ない、ゴムのような強くて柔らかい筋肉を作ることが大切との言葉が印象的だったといい、筋力トレーニングよりもストレッチの方がきつかったと振り返っています。そして1日の仕上げはプロ野球上がりのジャンボらしく地獄のノックが行われます。10メートル間隔の幅を左右に振られながら5本連続キャッチするまで延々とこのトレーニングは続きました。この練習を思い出すのも嫌だという金子は、次の日は臀部やハムストリングが痛くて階段の上り下りや便座に座るだけで激痛が走るほど強烈なものでした。でもトレーニング合宿終盤には痛みも消え、自分の体が強くなったことを実感したものですと、ジャンボ考案の練習に間違いがなかったことを示しました。そして通算100勝まで残り7勝に迫った1996年のシーズン、ジャンボは例年と同じ準備を行いながらも必ずこの年に100勝を決めると高いモチベーションを保ったままシーズンに突入しました。丸山、横尾の若手を退けた49歳のジャンボ。1996年の日本プロゴルフ選手権で尾崎は若手プロたちの挑戦を真正面から受け止めます。ジャンボはこの大会の練習日から絶好調を宣言していました。アイアンのキレがいい、どこに当たってどう飛ぶか手に取るようにわかる、まあ普通にプレーできれば15アンダーで優勝するんじゃないのと報道陣に向けて調子の良さをアピールしていました。ジャンボは宣言通り初日に4バーディーボギーなしの68をマーク。セカンドの距離感がいまいち、お粗末なパッティングもあったと物足りなさを感じながらも、誰にも破られないコースレコードを作りたい、それが目標とコメントを残して初日を終えています。
そして2日目にジャンボは6バーディーを奪って早くも通算10アンダーに乗せて単独首位に立ちます。67で回り通算8アンダーで2打差の2位に浮上。後半のインでは自己新の31をマークした横尾は、一緒に回ると結果もいい、叶わないと思うけどそんなことを考えてもしょうがないので自分のゴルフをすればとジャンボへの挑戦を口にしています。そしてこの日を終えて4打差3位に伊沢俊光、田中秀道、5打差9位に丸山茂樹らがつけており、リーダーズボードはジャンボ VS 新時代の若手プロの様相となっていたのです。若手からの猛追を受けたジャンボでしたが、3日目は5バーディー、ボギーなしの67、3日間をノーボギーで回り、事前に宣言していた優勝スコアの15アンダーに到達。プレー後のコメントも、ノーボギーなんて自慢にならない、67なら7バーディー2ボギーの方がいい、優勝スコアは21アンダー、私が素晴らしいゴルフをお見せしますとジャンボらしい絶好調が続きました。そして横尾に代わってジャンボへの挑戦を口にしたのが、7バーディーボギーなしの65をマークした丸山茂樹です。丸山は打倒ジャンボに燃えており、3打差なら追いつけないとは思わない、ジャンボさんは最低68で回ってくるだろうから僕は65、今日のゴルフそのままで行きます、ジャンボさんの傾向と対策はできていますとジャンボの完全優勝を阻止すると報道陣に宣言しました。しかし最終日蓋を開けてみればジャンボが69を記録、一方丸山は74とスコアを崩し、ジャンボは丸山に8打差をつけて完全優勝を果たしました。ジャンボは49歳4ヶ月で大会最年長優勝記録を更新し、若手プロの前に立ちはだかりました。最終日ジャンボと回った丸山は、子供がパンチをして大人に手で抑えられてる感じがした、この次は倒しますって言ったら鼻歌で流されましたとコメント。優勝インタビューでジャンボは、このコースが優しいわけではなく僕の力がすごいんですとギャラリーを沸かせた後に、丸がダボ2回だろ、2位の選手が肝心なところでやってくれるから楽よ、これじゃ接戦にもならないわけだからと笑顔で圧勝劇を振り返りました。そしてジャンボはこの年6勝を記録、通算勝利数を99まで伸ばし、自身の3連覇がかかったダンロップフェニックストーナメントへ出場します。1勝目と100勝目を同じ地で迎えた初日は、海外メジャー通算8勝のトム・ワトソンに首位は譲りましたが、3バーディーボギーなしの68で回り、2打差の4位につけます。初日終了後の練習場でジャンボは、下が湿っているからもっとキャリーの出るドライバーの方がいいとキャリーと相談し、2日目に自身の代名詞と言われたメタルヘッドのドライバーから、当時まだ使用者の少ないチタンヘッドのドライバーへの入れ替えを決断しました。この変更が功を奏したのか、ジャンボのドライバーのキャリーは10ヤード近く増しており、2日目は4バーディーボギーなしの67を記録し、ワトソンと首位に並びます。この日プレーを終えたジャンボは、練習場で最後までアプローチの練習を繰り返し行っており、ここは試合と同じ芝で練習できる、アプローチの感触を忘れないためにも実際の芝から打てるなら何時間でも練習していたいよとフェニックスカントリークラブの練習環境に笑顔を見せていました。3日目は前日何度も練習を繰り返したウェッジでのアプローチを披露するかと思えば、ラフからの寄せに3番ウッドを使いギャラリーを沸かせます。フェニックスのティフトン芝はボールが沈んでしまう、こんな時外国人選手はよくウッドを使うのを見てたからね、練習なんかしたことないよと照れくさそうにジャンボは話しました。この日は3バーディーを奪って69を記録したジャンボは2位に3打差をつけ、100勝の偉業がかかった最終日を迎えることになったのです。最終日は小雨の降る中でのラウンドとなり、ジャンボも朝からピリピリとしたムードを醸し出します。キャリーを務めていた佐野木圭氏はこの日を、朝から気合が入っていたね、パットの練習をしている時もほとんど誰とも喋らずに自分の世界に入っている感じだった、本人もかなり100勝を意識していたと思うと振り返っています。ラウンド開始前から降り始めた雨は選手たちを悩ませ、全体的にスコアの伸びない一日となりました。結局ジャンボは最終日1バーディー3ボギーと苦しいゴルフになりましたが、後続も同じように雨を含んだラフに手こずり、スコアを伸ばすことができず100勝目を達成します。
最終18番ホールに戻ってきたジャンボは1万9000人余りのギャラリーから割れんばかりの拍手を受けてグリーンに上がり、占領役者の気持ちだねと語りながらウイニングパットを沈めました。ちなみにこの時のウイニングボールをジャンボは自分で持ち帰らず、パットを決めた直後にギャラリーに向けてボールを投げプレゼントしています。なぜボールを持ち帰らなかったのかとの問いにジャンボは、別にこれが最後の勝利でもないし、まだまだこっから勝つつもりだったから100勝は嬉しいけどあくまで通過点と答えています。ジャンボは100勝を記録した夜にテレビのスポーツ番組に出演し、1勝目と100勝目が同じ場所ですねと伝えられると、なんていうのかな、運命というのかな、自分の運の強さ、他の人間になかなかできないことをやっているってね、自分で実感しているねと満足そうに語ります。そして今のお気持ちはと尋ねられると、ジャンボは、今はね、自分自身ではなんていうのかな、100勝というものは追求してきたわけではないんだけど、でもやっぱりファンの皆さんがこれはすごいことだって、もうプレッシャーをかけすぎていたんだけど、でも一番いい時に優勝できてよかったですと笑顔を見せて語りました。最終日のジャンボにはプレッシャーが大きくのしかかっていたようで、ジャンボは優勝を決めた直後、佐野木キャディに、一緒に回っていたのがワトソンというのは知っていた、あと一人は誰だったと聞きました。すると佐野木は、あんた本当にそんなことを言っているの、直道でしょうと大笑いし、ジャンボも人の子だったのかな、自分の弟が一緒の組にいたことも忘れるくらいに自分のプレーに集中してたのかもと最終日を振り返りました。ダンロップフェニックストーナメントでも前人未到の3連覇を達成したジャンボは後に、40数回出てて3回の優勝だから大したことないよ、数打ち当たるじゃないけどさ、人より余分に試合に出てて人より余分な入れ込みがあって、それでもなかなか優勝できなかったわけだからね、それがやっと残念賞というか、47、48、49回大会と連続で優勝できたわけだ。優勝するまで相当時間がかかっている。中日クラウンズもそうだったね。最初に優勝したのが40歳くらいで、と3連覇を残念賞と独特の表現を使って振り返りました。ジャンボは50歳を迎える年になっても、探求心を持ち続けることが大事と言い、よく負けた試合からいろんなことを学ぶと言うけれど、俺の場合は勝っても学ぶんだ。自分の気に入らなかったところを考えてしまう。優勝したこの試合の中で何が足りなかったとかね。予習復習だね。それだけゴルフが好きだということ。と言います。1989年の日本オープンで劇的なバンカーからのチップインを決めて優勝したジャンボは、その日記者が祝福のために自宅を夜遅く訪れ、あのバンカーショットすごかったですねと声をかけられました。するとジャンボは記者をバカ野郎と一喝し、あんなの何万回に一回しか起こらない、あんな偶然をすごいというのはおかしい、それよりも俺はなぜ4番アイアンでのティーショットが左に行ったのか納得したくて練習していると優勝した直後にもかかわらず4番アイアンでの素振りを行い、クラブに調整を施していたのです。ジャンボ2度目の全盛期は妥協を許さないトレーニングとゴルフへの飽くなき探求心があったからこそ生まれたのかもしれません。今回はジャンボの100勝目を振り返るとともに、絶頂期と言われた1996年の戦いぶりを紹介しました。